はい、こんにちは。たけさんサックスクラブサックス奏者小松武です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ネック、ね、ゴールドプレートとラッカーのネックのね、ちょっと吹き比べっていうか、まあ、いろんな違いを説明したいと思います。はい、で、まあ皆さんどうですかね、吹いたことあります？吹いたことあったり、こうなんかキンメッキのネック欲しくてちょっと検討してみたとかね、まあ、いろんな方いらっしゃると思う。もしくは今のなんかラッキーいまいち気に入らないんでネックでも変えてみようかなとか、多分いろいろあると思うんですよ。でネックをね、変える選択肢って、まあ、実はいろいろあって、今こうサードパーティー製のネックあるんで、メーカーの純正じゃないネックとかも選べるんですよ。結構売ってるんでね。でもちろんメーカー純正の場合はサイズは一緒です。サイズは一緒で仕上げが違うっていう形になりますよね。でこれ同じシリーズ2なんですけど、やっぱり出てる年代が違うんで、このキーガードがなかったり、なんかこれの形が違ったりして、まあ、若干こっちの方が軽いのかなっていう感じはあります。このオクターブキーのね、重さが全然違うんで、多分総重量も明らかに10ミリの方が軽いんですよ。なんで、まあ、そういう違いも、まあ、若干あんだけど、まあそれはちょっと今日はその話を抜きで、単純に仕上げの違いだけの説明します。はい、でサードパーティー製のやつだと当然純正じゃないと形が違うんで、形が違ったり、ここのね口径が違ったり、このテーパーの具合が違ったり、まあ、そういう中でいろんなそれぞれメーカーで個性出して、それが楽器に組み合わせた時にどういう風な反応をするかっていうのは、まあ、自分で勝手にやってっていう感じなんですけど、まあ、ある程度はね、ボストンサックスさんとかだとマーク6につけたらこういう、まあ、そういうある程度楽器は想定して作ってると思うのね、狙いは。だからもちろんシリーズ2にもつくように合わせてはくれるだろうけど、もともとはマーク6のネックがボロボロになった人に向けてとか、多分なんかそういうのはあると思うんですよ。バランスアクションのネックがボロボロになった人に向けて、うちもどうですかみたいな、そういう狙いあると思うんですよ。で今日は同じセルマーの現行機種で仕上げが違うだけね、仕上げが違うだけっていうのをやっていきたいと思います。で、まあ、金メッキっていうとみんな多分 みんなとりあえずあるでしょ、抵抗があるとかさ、上手い人が使うとかね、そういう感じでしょ。なんかまあ竹さん的に言うとイキリが使うイキリ御用達が金メッキみたいなね、抵抗に抗って俺はイキすげえなみたいな豪速イキリの人が、まあ、好んで使うねイメージなんだけど、まあ、それは どうして起きるかっていうと、まあ、竹さん前抵抗感の話をしてる動画でね、まあ、やってますけど、要はこれ単純にさ、周りに菌が乗っかってるんで、ね、マウスピースの音波がここに入った時に最初にこの辺から聞こえるわけですよ。マウスピース自体はリードがバーってなってもマウスピース自体は響かないんで、みんなマウスピースだけピュッて、まあ、やってほしくないけど、やったらこっから出てくる音聞こえるわけじゃない。別にここのメタルがビーンってなってる音は聞こえないんだから、ね、でここの音が聞こえて最初にここに入った時に、まあ、ここの音が漏れて聞こえるわけだよ。自分の吹いてるそばで。で、それは当然、ラッカーの方が大きく漏れる。で、やっぱ金メッキは、しっかり周りカバーしてるんで、同じ物理的エネルギーがこう入ってったとしたら、こっちの方が聞こえるし。当然だから。ね。だけど、楽器の響きっていうのは、同じです。ここの音源が大きさが同じ限り、だから自分の吹き方が同じ限り、楽器の総量の響きは基本的には変わんないわけ。ネックのここは違うけど、ここは違うけど、こっち行った時には基本的には一緒、ほぼ一緒と考えます。だけどもね、でもところが金メッキが抵抗があるんだとか、俺は豪速だから金メッキじゃないと物足んねえとかっていうイキリの人って、ここがやっぱり聞こえない分だけ吹いちゃうんだよ。
で、それを抵抗って言ってるのね。うん、だから自分がこれに比べると同じように吹いてもここの帰りがやっぱ少ないからと、ここの帰りが同じように聞こえるためには少し息足さないと同じ反応しないから、ここがよ、ここで聞こえる話ね。なんでなんかそれを抵抗って言って表現するんだけど、そこまで吹いちゃったら実は楽器の音は随分大きくなってるんですよ。だってそれだけ吹いちゃってるんだから。その辺が結構どうかなっていう話が多いです。なんか それがちゃんとできてないっていうか、なんかそれもつられてね、大きく吹いちゃうのが金メッキの効果ですよって言われたら、まあそりゃそう言われりゃそうかもしれないけど、なんかそのためになんかそんな金払うのみたいな。なんか違うよねみたいな。それだったら鳴らないリードでもつけて吹いときゃいいじゃんとか思うんだけど、もつかなんかね、なんか他ってこと、ネックになんかビニールテープでも貼り付けてさ、鳴らないようにするとか、それでも変わんねえわとか思うんだけど、あんまり言うとね、怒られちゃうからあれだけど、でもそんな話なんですよ。なんか純粋に、やっぱり同じ響きね。まあ、かといってこう、金が全くカバーがかかってる分だけ当然ここは共振しにくいわけですから、全く共振しないわけじゃないのね。まあ、ある程度ちゃんと吹けばちゃんと、まあ、いわゆるちゃんと中で音波金まで届いてるんで、そんなむちゃくちゃ低いじゃないんだよ。だから同じぐらいに吹いた時に初めて反応が、まあ、音色が違うねっていう話であってね、金メッキだからってすごい勢いで吹き込んじゃったら全然比較にもならないんで、その辺皆さんね、よく考えてください。でそれをちょっと誘導がです、今日は比べてみるの。だから金メッキだからってね、なんかわーみたいな、片手使っても頑張って吹かねえととか、そういうのもしませんしませんって言えば意味ないからね。じゃあ今ラッカー、標準的なラッカーね。まあどんな音するか吹いてみましょうか。金メッキいきましょう。金メッキね、イキリ御用達金メッキ。というかここの聞こえ方につられないように、竹さんはほぼ同じように聞きますからね。で自分の思うのは全くさっきの感触です。ここでやっぱり逃げがバーって聞こえるか、ここが収まってるかどうかみたいな感じで、それ以外にやっぱり楽器が全体から出てる音に耳傾けないと差は分かんないです。で確かに金の方がね、ゴールドプレートの方が音にこう、まあ、ここがまとまってる感じも あってね、少しツヤ感とか伸び感とかそういうものを感じますよ。だからあくまでもその範囲、ここでよくある間違いが、金だからって抵抗に上がっていきってね、いきって吹いちゃうと単に音量がでかくなってバーって言って、やっぱ金はなんかでけえ音してすごいバリバリいいよねみたいなのは、それただの吹きすぎで、ゴールドプレートの
インプレッションになってないと思うよね、うん、まあそこまで鳴らすような、まあ、鳴らしたら多分、ね、こっちも一緒なんで、なんでその辺って、まあ、吹き方もそうだし、マウスピースの組み合わせとか、まあ、どういう風に楽器を、まあ、コントロールするか扱うかっていうところなんですよ。でそこがね結構難しいのね、うん、でそれを竹さんもずっと動画でね、とにかくなんか吹きゃいいってもんじゃねえとか、なんか音量一気に出しまって悪いみたいな、そんな話をするんだけど、結局なんか奏法とかそういうのも全て台無しになっちゃうんですよ。物選びとかも。なんか そっち基準でいっちゃうんで。だから、イキリ御用達のゴールドプレートみたいな、なんかそういう文化になっちゃうんで。だけど、それは全然本意じゃないと思います。そもそも、銀メッキがあったり、金メッキがあったり、ラッカーがあったりっていうのは、皆さんがその、自分のセッティングとか、ね、マウスピースリードのセッティングとか、楽器とか、自分のやる音楽とか、自分ね、音楽とか、シチュエーションに対して、セッティング材料の一つなんで、ごくごくそういうふうにわずかに変わるだけのことで、本来は、道具に、その仕上げの違いによって、吹き方が異常に変わったりするのは、まあ、あっちゃいけないんですよね。本当は。なんかセッティングになんないから、それ変わっちゃったらね。まあ、楽器が変わるみたいなことですからね。それは本当にあっちゃいけないんじゃないかって、まあ、竹さんは思うわけです。なんで、まあ、皆さんも、まあ、今のが参考になるかどうかは怪しいんですけどね、正直。自分で吹いたあくまでも感想を考えてほしいんで。だからもう、はためて聞くと、こういう違いがありますよっていう、そういうお話です。なんで、まあ、当然、ゴールドプレートちょっと値段高いですけど、で、あとね、もう一つ言うとね、ゴールドプレートって、この買った時にね、30年前にこれね、持つって言われたんですよ。要するにこういうラッカーは、何年かバンバン吹いたら、やっぱ抜けてきて、やっぱりダメになるみたいな話になってね。だけど、ゴールドプレートは結構一生持つよみたいなね、そういう話を聞いたことがあって。で、最近思うのは、ヴィンテージ、ね、タケさんのヴィンテージは、ね、ラッカーでも、まあ、ラッカーもないけど、剥がれちゃうけど、あれ吹いてって、こう、いろいろ比較すると、確かに、最近そう思うんですよ。30年吹いたから思うんだけど、ね、なかなかこれ30年吹く交代ってなかなかないと思う。みんな手放しちゃうからね。で、ヴィンテージはもうさ、作られてから70年ぐらい経ってるでしょ、あれ。70年ってどのぐらいその前のものが吹いてたかわかんないけど、だけど、まあ、少なくとも、こうね、吹き比べるとね、あ、ネックがダメになっちゃうってこういうことかっていうのはちょっと思います。で、そうするとね、このゴールドプレートって30年扱ってたらもう全然使えるじゃんとか。で、これはなんかもしかしたら同じぐらい吹いたら、やっぱり今のヴィンテージと同じような、なんかちょっと不満を感じるのかなって、実は思ってるんですね。だけどね、今はね、竹さんの個人的なことを言うと、ゴールドプレートよりこっちの方が吹きやすい。こっちの方が軽くて、まあ今の竹さんのバランスにすごく合ってます。まあ音色とかいろんなことが好みなんで。なんで、残念ながら、いいゴールドプレート持ってるんですけど、まあまあちょっと今のところ出番ないかなと。まあまあシチュエーションによってはね、使うこともありますし、やっぱりこう30年吹き込んだとか自分のもので最初からあるっていうことで、なんかいろんなこう吹きやすさとか馴染みみたいのはあるんですよ、もちろん。これに比べるとね。だけど、まあまあそういう意味で一生使えるっていうのは、ゴールドプレートって、まあいいのかね、と思います。なんかそういう意味ではお金を払う価値があるのかもしれないけど、あくまでも今日は音色とか響きの違いを言うとね、それはやっぱ好みなんで、はあ、まあそこでね、考えてください。はあ、まあ、まあ一生付き合えるっていうのも別の武器だから、まあいいんだけどね。うん、まあなんとも言えない。だから竹さんも正直言うと、この先どっち使うかっていうと、まあ多分動画を見た時に、またあいつなんだかんだって金使ってんじゃないかとか、あれまたラッカー使ってるとか、まあそんなことになるかなっていう。はい、あ。そんな感じで、また次回の動画でお会いしたいと思います。